皆さんこんにちは。これからですね、皆さんをですね、イランに来ることがですね、宣伝したいと思います。なぜかというと、やっぱりがですね、イランに来る前のお客様の考えと、イランに来た後のお客様の考え、私言わないから、来た方から聞いてみたいと思います。イランに来る前の観光客はイラン怖い国と思ってるんですよ。だから周りの親戚から絶対がですね、イランに行くな、怖い国ですよ、心配する方が多いと思いますので、でも間違いなくはイランに来る観光客2回目3回目4回目も多いです。特に私の自分の客で、ちょうど先月がもう3回目でもイランの方に来た方いたんです。5回目もいたんですよ。なぜかいうと、イラン人の人々は優しい、人懐こい。我々の国の習慣で、客が神の友達として思ってるんですよ。うちの国が来る客がうちに来た客と考えております。そして客は神の友達です。客には優しくあげないといけないです。これがイランに来た客がみんな感じていると思います。イランに来た方から聞いてください。イランに本当に歴史も深くて、自然も綺麗だし、来ても間違いないです。もう治安もすっごいいい国です。私がガイドを始めて16年目です。1回も今までスリニがですね、私のグループを立ったことないです。イランの歴史が古いです。イランの世界遺産に入っている場所が12カ所以上あると思います。紀元前の500年のペルソポリス、それから美しいイスファハン、17世紀イランのサファビ朝的都だったアッバス1世、世界で第3番目の大きな広場はそちらにあります。大きさだけじゃなく一番美しい広場と言われております。その広場にが経済の場所、政治の場所、宗教の場所をまとめたところがあるんですよ。北京のティアナンメン、世界で一番大きいです。ロシアの赤広場2番目、3番目はイスファンの王の広場かイマム広場と言われております。プラスイランの景色です。イランの一番高い山が富士山に似てます。5671m です。あとイランの南東の方に行くとルートイト砂漠があります。世界で一番美しい砂漠と言われております。そして世界の一番暑いところもそちらあると思います。あとイランには来れば、特に西の方にがいろんな民族に会えます。クルド族、ロール族、アラブ族、トルコ系のイラン人、あとペルシャ人にも近いからですね、見て感じることができると思います。ぜひ来てみてください。それではまた今度よろしくお願いします。